黒い戦闘機、前回よりも動きが速くなってるです。ああ、だが俺も腕を上げた。ちゃんとまた戦うですか。ああ、前回打ち解けたと思ったんだけどね。敵対してる組織だから仕方ないのかな。あれはメトゥースのパイロット候補生、井上さん。井上さん、苦労人でね、メトゥースの派遣警備員だったんだけど、上司や元恋人のおかげでパイロットになれたんだ。その話もっとよく聞きたいです。それは前回の DVD をチェックしてくれ。税込み8100円、好評発売中のあれですね。ああ、違法アップロードしてる人からダウンロードするです。バカ、ちゃんと買ってこい。ああ。